紙をご覧になっていますでしょうか。主人公は田舎の平凡な武家の次男、北条義時。源平合戦と鎌倉幕府が誕生する過程で繰り広げられる権力の座をめぐる駆け引きが描かれた作品です。音楽は様々なアニメやゲーム、テレビドラマの音楽を手掛けるアメリカの作曲家エヴァン・コール。平安末期から鎌倉前期を疾風怒涛の五穀駆け抜けた主人公たちを彩る音楽をお送りします。 NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人、メインテーマです。鎌倉殿の13人、メインテーマをお聴きいただきました。